地域圏トゥールーズに所在する航空宇宙高等学院参加の国立航空宇宙大学院大学と航空建設エンジニア国立高等学校からなるグランテタ・ブリスマン及びグランゼ・コールで両校は共にフランス国防省管轄であったことから効率化のために合併した。スパイロは1909年に設立された。 世界で最初の航空宇宙工学専門の学校であり、ヨーロッパの航空宇宙分野では最も優れた学校の一つと認識されている。卒業生の多くは、エアバス等の世界各地の主要航空機メーカーへ就職している。スパエロ、エンシカハット、アレット二2 5ノーバンブラ2014レリティーフ、オコンディションズヘネラレス D、アドミッション。 オモデライツ・ヘネラレス・デラ・スコラライト・イエユー、コントロール・デ・コネッサンス・イ・デ・コンディションズ・ D、ー、オプテンション・デ・ディプロムズ・アイル、アンスティチュ・スーパー・ユール・デール、エアロナティック・イデ・レス・パスチの明日を築く、未来の航空機作る研究手掛ける、航空宇宙高等学院のフレデリック・チベ、研究部長スパイロ・フェット・セイハク・アン、A ・エトゥールーズ・ハット・ビオグラフィ・デ・エム、ロシド・ベン・マクター・ベネブデラ。ありがとうございます。